僕の名前はのびてきてる。はじめまして。今回は俺の友達が悩み相談に乗ってほしいって言ってるから、ちょっともしよかったらみんなにもそのね、悩み相談乗ってほしいと思ってこの動画を撮ってます。で、その友達っていうのがこいつ。こいつの名前はのびなやみおって言って、まあこんな顔してるんだけど、あのバスケ部の主将だったり、すげえ面倒見が良くて、まあ、俺も小学校からの付き合いだからさ、すげえいいやつなんだけど、ただ夏休みに頑張った結果がなんか出てなくって、最近すげえ落ち込んでてさ、で多分今日もねその悩みだと思うんだけど、まあ、もしよかったらみんなにもね聞いてほしいんだ。よろしくお願いします。はぁ、聞いてくれよてる。なんかまた成績上がんなかったんだけど、俺だって夏休み塾も通ってさ、まあ部活ね前半あったけど、僕塾も通って俺らには勉強したんだよ。これでもそうなのにさ、もう上がるどころか成績下がってんじゃんっていう。テル上がってんでしょ。いいよな、俺も受験やめようかな。だってさ、やってもどうせ伸びなくね。多分さ、テルとの才能が違うんだよやっぱり。だってお前昔からよくできたじゃん。でしょ。なんかな、もう高校とかどうでもいいかな別に。はぁ、どうも、あいちです。前半の茶番にお付き合いいただきありがとうございました。どんな仕上がりになってるか非常に怖いですけど、ただね、茶番ではあるんですが、真面目にちょっとね、みんなに考えてほしくて、今回ね、こういう導入にさせてもらいました。今回のこの動画で伝えたいことはですね、皆さんさっきの質問、まあね、闇夜が悩んでおりましたけど、まあみんながもしね、友達とかにそういう相談を受けた時に何て返してあげるのかっていうのをちょっと考えてほしいんです。で、今回のテーマはその闇夜がね、成績が伸びなくて悩んでると、もう受験やめようかなと、まあめっちゃ落ち込んでるわけですよ。で、何て声かけてあげますかっていう。で、これはもちろん多分いろんなねパターンがあると思うんですよ。あると思うんですけど、まあもしね、アンケートとかさ、比率を取った時に、きっと多くなるのは、まあ、励ますと思うんですよ、きっと。その励ましの言葉はいろいろあると思うんだけど。で、今回の動画で何を伝えたいかっていうと、まあ、自分のとこにもね、いろんな相談を毎日ね、メールで送っていただいてて、で、もちろん、プライベートで、友達とか、彼氏、彼女とか、家族にね、いろいろ相談することもあると思うんですが、落ち込むじゃないですか、何かがうまくいかない時に。もちろん、勉強じゃなくてもそれは構わないんですけど、で、まあ、放り出したくなったりとか、まあ、落ち込んだりとか、いろいろあると思うんですが、その時ね、それを、もし、じゃあ、その悩みを、自分の大切な人、まあ、友達とかがしてた時に、なんて声かけてあげるのっていうのを、普段から考える癖をつけると、これすごくいいと、俺は思ってます。で、どういうことかっていうと、例えばさっきみたいに、まあ、みんなもね、今、その、成績が伸びないっていう悩みを持ってるかどうかわからないですけど、やっぱり、伸びない、やっても伸びなかった時は辛いんですよ。だってやってるのに、やんなくて伸びないってしょうがないと思うんですよ、別にそれは。でもやっても伸びないのは辛いですよね。これは勉強においても、きっと部活とかスポーツでもそう、練習こんだけしてんのに上手くならないみたいな、あると思うんですけど、伸び悩みの時期はね。で、その時にやっぱり諦めたくなる気持ちは出てくると思います。それを口に出すかどうかは置いといて、でもやっぱりそれはね、ここのどっかで諦めちゃいけないってのは分かってると思うんですよ。でも、まあもう言っても努力してもダメじゃんみたいな、ってなっちゃうんですよね。で、自暴自棄になりやすい時もあるんですけど、でも、その悩みを周りがしてた時に、いや、諦めなよそれ。ダメだよ。無理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 って言うっていう話なんですよ。例えば、周りの、みんなにとってね、周りの人には、いや、頑張る。大丈夫だって。だってここまでやってきたじゃん。って言えるのに、なんで自分には言えないのっていう話なの。やっぱ当然なんだよ。なんで言えないのって振ってるけど、当然そうなると。自分には厳しくなっちゃうからね。で、できれば、自分が何かに悩んだ時に、ちょっとまあ第三者目線じゃないですけど、その悩みを周りがしてたら、どう声かけてあげるの自分はって。見捨てるの友達のことって。いうのをちょっと考えてほしい。さっき自分に厳しいっていう言葉を使ったんですが、自分に厳しいのは悪くないんですよ。いいことだと思います、自分は。ただし、厳しすぎて見捨てがちになるんですよ、自分のこと。そう、切り捨てちゃうの。あ、もう無理無理っつって、あ、どうせ私なんかみたいな、どうせ俺なんか無理でしょみたいなになりがちなので、ちょっとそこは一歩踏みとどまろうよっていうふうに思います。まあこれは、まあ多分自分に送られてくるメールがね、そういう傾向が強いんですよ。多分そこまで思い悩んでしまって、
悩んでもうどうしようもなくなってメールの文面で書いてくるから、そういうね文章になってしまうとは思ってるんだけど、でもまあこれを見てくれてる方の中にもそういった悩みを持ってる方、そしてこれから持つ方もきっといると思ってるので、なんか悩んだ時のヒントとして、その悩みをみんなにとって大切な人、まあ、周りの人がした時に、なんで声をかけてあげるのっていう、じゃあその声かけてあげようって思うよと自分にかけてごらんよっていうふうに思います。難しいんだよ、難しいこと言ってるのは分かってるんですけど、でもさっきも言ったように自分だから切り捨てるのはおかしいと思うんです。人の可能性は信じれるのに自分の可能性は信じれないって、そんなかわいそうなことないでしょ、と思ってるので、もちろん人から励ましのことはもらうのは大切です。みんなもね、周りを励ましてあげてください。プラスの関係でいてほしいからね。でも自分自身を見つめるときにもちょっとさ褒めてあげるというか、大丈夫だってお前頑張ってきたじゃん俺みたいなに声かけてあげるのはやっぱり強いと思うので、ぜひその辺を、ちょっと一個のね目線として、すぐそんなんやってってかやってって言われてできるっていうのは難しいとは思ってるんですけど、そういうなんかなんだろうな、目線というか考え方もあるんだっていうのを伝えたくて、ここは茶番込みでやらせていただきました。はい、といった感じでここまでねご視聴いただきありがとうございました。まあ悩みっていうのは生きてる限り絶対ね尽きることはないので、悩みを持つことってのは悪くないと思うんですよ。自分は悩むからこそ前に進もうっていうエネルギーも出てくるものだと思いますし、ただ悩んだ時にさっきも言ったように、やっぱ自分自身を、まあ、けなしたり落としたりっていうのは必要な時ももちろんあるんですけど、やっぱり中高生っていうのはそれをしすぎるところがあるんだよね、と思うので、ぜひ今回の話ね少しでも参考になったら嬉しいです。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。悩み相談の中で今回の話ちょっと該当しないのが、友達がいないっていう悩み、これはものすごくメールで来るものなんですけど、これについてはまた別件で動画を撮ろうと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ではまた別の動画で会いましょう。お疲れ様でした。